ベーレンスドルフは、ドイツ連邦北部シュレースビヒホルシュタイン州、北東部プレーン郡デュティエンブルク市町村連合の村。2018年12月31日の人口は619人。バルト海のホーバハと安西岸に位置する。約1キロメートル北にある、ノイラント灯台は、1918年から1996年まで稼働しており、2006年には切手になった。 5キロ北西にバルト海のリゾートの宝枠とのと、ートのキールほぼ30キロ東。この自治体は内陸の小さな湖、内陸の大きな湖、近隣のパンカーシ及び北のバルト海に囲まれている。ベーレンスドルフには、リッペ、シーカンプ、ノイランド、ケンブス、ウォーターネベルストルフ、シュトーフの地区がある。 ベーレンスドルフが文書で最初に研究されたのが1433年で、自治体の名前はおそらくベルンハルト村、またはベルンワード村に由来している。エリアには埋葬塚と城壁があるが、成立年代が不明。現在のベーレンスドルフは1968年10月1日から。ブレイジン、シルバーとレッドを分割。二つの青い波の前には、 ギャラリーの上にある尖ったランタンに金色の窓が開いている赤い灯台があります。斜めに左に横たわっている黄金の多くの葉の後ろ、小麦の似たような耳。ベーレンスドルフの文化的建造物のリストには、シュレースビヒホルシュタイン州の記念碑のリストに登録されている文化的建造物がある。スタチスチカムトノール。 ベボケアンデアゲメンデインシュレスビヒホルスタイン4キャールトール2020ロイシュトゥルムノイランド at www.wsv.de.accesedon11sep201a digitalisatbeigenealogy.net 大ベボケアンデアゲメンデインシュレスビヒホルスタイン d i g i t a l i s a t b e i g e n e a l o g y n e t ハット、テンプレート、sh, ワペンロールコムナーレワペンロールシュレスビヒホルスタイン。ありがとうございます。